んです。それで何枚売れたかって今ねコンピューターで分かるんですって、どのぐらい売れてるかって。ですので、もう新曲を出すたびに皆様にこうやってお邪魔をさせていただいてお付き合いをしていただくわけですけど、ぜひ一本でも多く皆様お付き合いくださいますよう、よろしくお願いいたします。涙と鼻が出てそうなんですよ。そういうことでやはり35年私も歌わせていただいてます。早いもんです。もう歌い手になりましてからデビュー当時はこんな小さかったんですけどね、35年歌って、それはやはり皆様があの鈴木楽器店さんで CD とかテープをお買い求めしてたくさん歌あの買っていただくおかげで続けられるのね。ですのでこれからもまた100歳ぐらいまで歌っていきますから、皆様もお元気で応援をしてくださいます。よろしくお願いします。